ピモ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、平天くんです。本日は滋賀県長浜市にあります江北町にあります一番江北店に来てます。ということで、いつもこちらのお店回転くんでお世話になっておりますけれども、今回は初の平天くん撮影ということでね、気合バッチリでございます。ということで、ね、早速行ってみたいと思います。入店、やってきました。一番江北店さん、それでは早速店内データ見に行きましょう。ということで、ね、いつも朝来てますけど、今日は夜のね、今10時、26分ぐらい、あと19分ぐらいだね。撮影日がですね、12月の22日ということで、まだですね、2012年ですけれども、まだね、クリスマス前ということで、店員さんが、サンタの格好をしております。ということでね、信頼見に行こう。信頼失礼します。バイオハザードございます。あー、こちらのお客さんもね、40回のバイオハザードおめでとうございます。ガロもありますよ。すごい、71回とかね、58回、49回とかありますよ。うん、ジャグナーコーナー、お、ジャグナビがついてますね。ジャグナビついてんでね、一目瞭然でございます。あ、どうもありがとうございます。あ、素晴らしい、32の23、すごいね、いい台でございますよ。あ、どうもありがとうございます。いい台座ってますよ、117分の1。あ、どうも失礼します。136分の1のジャグラーも見つけちゃったけど、最近ちょっとね、ジャグラーが多いんでね、ちょっとできればジャグラー以外をね、ちょっと打ちたいかなと思ってますよ。うん、オス番長、ゼロゲームやめ、あるわけないか。あ、トゥーハート、もうちょっと弱いか。あ、クレアもう一度だったね。あ、148分の1のクレア、なるほど、レギュラーに偏ってんね。これ悪くないんじゃない。うん、クレアにすっかね、ちょっとゲーム数的なものがないんで、そしてやっぱね、ちょっとジャグラーが多かったから最近、うん、クレア行きましょうね。こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということでね、平天君が選んだ台は、大都技研さんのクレアの行伝ということで、ね、ノーマルタイプでございます。ではね、行ってみたいと思います。今日こそはボーナスでビッグでね、終わらせたい。残り13分、お座り、お座り一発チャンス。なんもないね。お、3までいった、3まで。お、紫だよ。チャンス目です。さあ、当たってくれ。まあ多分あれですよね、当たってもいいよ。あ、そっちだね。はい、あっちあっち。さあ、何だろう。お、頼むよ。まあ狙っていくか。あ、入っちゃいました。あ、そうですね。あ、やばい。お、残念。はい。残念。追加出し。いやー、残念かな。お、チャンス目。あ、時間ないね。いきます。ちょっと見ようか。お、滑った。お、チャンス目で、やったー。いや、これ光ったよね、今ね。20、あら。
ジで。いやこれビーって光ってるね。あ、あった、来た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 。いや、ありました。まだ時間ある。あとはね、ビッグでお願いします。ビッグで。なんでいつもバケなんだよ。バケなんだね。マジか。まあまだね、あとね、あと5分あるからラストかな。もう一回ラストですね。行ってみたいと思います。エジケンお姉ちゃん、チャンス。もう一回引けば勝てる、レギュラーでも。今ね、投資枚数が100枚なんで。やばい、時間がないよ。チャンス目引かないと。右、お、お、ラストチャンス。よしね。あら、さっきこれで勝ったよ。残念。はい。そして流れた。あ、ダメだった。最後に、あ、なんかまた出ちゃって。あ、どうしようこれ。狙うよ。これで終わり。これで終わりです。あー、スイカか。7狙いたかったんですけど、スイカ狙います。スイカだね。ぶねぶね。はい、それでは早速流したいと思います。えいえ。さあ、100枚以上あれば勝ちですよ。100枚やろ。98枚。はい、実戦終了。実戦終了。お、惜しい。ちっちゃいですか。はい、ということで、ね、今回の A 点くん、こちら1番、コークテンさんの実戦機種は大土器県さんの、クレアの標を打ちまして、投資枚数が、100枚の、獲得枚数が98枚ということでマイナス2枚です。胸。いやーねー、まあね、微妙にね、ベルの引きが良くてプラス3枚とか4枚よりかはね、まあ、マイナス2枚って方がね、A 点くんらしいんでね。まあね、もうビッグを引けなかった時点でね、もうしょうがないと、しょうがないと思います。あと1回ね、バケでもね、勝ってたんですけどね、そこでね、2回引けないところが A 点くんでございますということで、ね、でもね、すごかったですね。バイオハザードとか、あとはね、花のケージ、ガロ、あとね、飛砲伝ね、もう皆さんが打ちたい台が必ずあるこちら、1番幸福店参戦でもちょっとだけ、まあ、皆さんの打ちたい台が必ずありますんでね、そちらの情報はね、PR のまたはね、メール会員で情報をゲットしてね、ぜひこちら1番幸福店に来ちゃってください。あとですね、こういう風に閉店後の撮影だったり、あとシーサーさんだったりとかね、いろいろね、皆さんが喜ぶようなね、まあ閉店後は喜ばないかもしれないけど、まあシーサーさんとかね、いろいろ来てるんでね、そちらの情報もね、 PR とまたはね、メール会員で情報をゲットして、ぜひこちら1番幸福店に来ちゃってください。今回僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。